歌う王冠は、1964年12月4日から1965年7月28日、及び1966年10月7日から1969年9月30日まで、日本テレビ系列局で放送されていた、日本テレビ制作の歌謡番組である。放送開始前の1964年10月30日から、同年11月27日にも、 直前スペシャル的な番組、きらめく王冠が同系列局で放送されていた。クラウンレコード協賛の歌謡番組で、同社所属歌手たちが歌を披露していた。番組タイトルの王冠は、クラウンレコードを意味する。司会も、ほとんどの時期においては、同社所属歌手である、西郷照彦が務めていたが、放送曜日を水曜から火曜へ変更した際に、水前時期をこと、 赤塚不二雄のペアと交代した。番組もそれに合わせて、歌う王冠チータとバカボーンと解題したが、赤塚が途中交番してからは、チータ歌う王冠になり、以後は水前寺が単独で司会を務めていた。収録は、第1期には、高楽園ホールで、第2期には、日本各地の公会堂で行われていた。いずれも日本標準時。第1期の金曜時代には、 顔石鹸の一社提供で水曜への移動後には日本霊4の一社提供で放送。第2期は基本的にピアス化粧品の一社提供で放送されていたが一時期未覚等も参入していたことがある。ありがとうございます。